ひばりクラブをご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。えっ、ー、と、私たちにとって子供っていうのは非常に重要なんですね。えー、このひばりクラブを聞きの中で、まだお子さんがおられない方、もしくはお子さんを作ろうと思ってない方、もしくはご結婚されたけどもあ、お子様ができなかった方、まあ、いろんな方がおられると思うんですが、えー、その方々も含めてですね、良い子の作り方といいます。 えー、良い子をどうやったら我々は得られるのかと。まあ、いうことについてですね。主に、えー、科学的な観点も入れてですね。お話をしたいと思います。私はまあ、科学者であるとともに、えー、教育関係も随分深くやってまいりましたので、いろいろな今までの知識を集めてですね。整理をして、そして、えー、子育てで困っておられる方。これから自分はじどういうふうな人生を送るかと考えている方。 その方にですね、広く、は読んでいただ、聞いていただきたいなというふうに思っております。まず第1回は、今非常に話題になっている、発達障害の問題ですね。子供さんがですね、大体小学校ぐらいになりますと、結構このお子さんは発達障害ですよ、なんて言われてですね、親もびっくりしたり、あるいは、ひどい場合はですね、クラス替えをします、なんつって、ちょっと特別なクラスに入れられたりしますね。 そうしますと、えー、まあ、今まで日本の社会ではですね、教育の時に発達障害ですなんて言われることないもんですから、まあ、非常に、あのー、親御さんもびっくりするんですね。で、まず発達障害っていうのはどういう原因でどういうふうに起こるのかと、まあ、いうことをですね、えー、もう今わかってる範囲ではっきりさせておきたいと思っております。えー、発達障害の主な、あなんていう原因はですね、 先天的な発達障害と後天的な発達障害に今は分けて、えー、いろいろ検討がなされております。えー、先天的な発達障害の場合は、発達障害ってのは、まあ、腕が動かないとか足がうまく動かないっていことを言ってるんじゃなくて、どっちかと,いうと頭がですね、えー、少しこう周りが遅いとか、気が散るとか、集中できないとか、 なんか問題が解けないとか、そういったですね、頭脳の問題を発達障害って言ってるんですね。まあ、これは人間にとっては、まあ体もすごく大切なんですけども、100メートル何秒で走れるというのは、例えば小学生で12秒で走れる特別に速い子もいれば、まあ15秒ぐらいかかる子どもいてですね、まあ、12でも15でも、あるいはよたらと走って18秒でも、まああまり親は気にしないんですけども、その、 えー、理解度っていうか頭の回り方ですね。発達、頭脳の発達障害っとすごく神経質になられましてね。で皆さんが心配しておられるんですよ。で私も随分今まであの、相談を受けました。それでこれを先天的な発達障害と後天的な発達障害に分けましてね。えー、どなたでも分かるように、えー、きちっとお話をしたいと思います。えー、と、私は必ずデータを見たり、論文を読んだり、 さらには普通はそういう研究者の講演も必ず聞きに行ってですね、まあ、必ずっていうか、10回に8回ぐらいは聞きに行ってですね、それで自分の考えていることが間違いないかどうかを確かめておりますので、その点はですね、もちろん人間のことですから誤りはあるんですが、まあ、あの、比較的誠意を持ってやってると思っていただいて結構だと思います。えっ、ー、と、先天的な発達障害は、まあ最近非常に研究が進みまして、 一言で言えばですね、母乳を、つまり授乳期の時に、えー、お母さんのおっぱいを飲まなかった子供さん、これに非常に多いんですね。えー、そして、これのデータは非常に細かくありまして、だいあの、科学的に証明されているかってよく聞かれるんですね。<laughs> このことは先生、科学的に証明されてるんですかと科学的に証明されてるっていうのはですね、一応、形としてはどういう状態かって言いますとね、 まず原理原則が分かってるってことなんですよ。それに関係する原理原則。この場合はですね、先天的な発達障害の場合は、人間はどのようにして、えー、お母さんの体内で、えー、受精してですね、そしてそれが小さい胎児から少しずつ少しずつお母さんのお腹の中で大きくなっていって、その時にお母さんと体との間でどういう栄養のやり取りだとか、まあどういった発生過程を経るか。そして、 えー、まあ、人間の場合はトツキ、突起、十日になりますとね。そうすると、一応、出産の期が熟して、まあ、えー、早く生まれる子供ありますし、えー、それから未熟児なんていうのもありますけども、まあ、標準、まあ、大体物事,事は必ずこう分布になりますから、えー、突起、投日で生まれる子供がいればですね、当然こう分布になります。この分布は必ず起こるもんで、これは物理学的に起こるもんなんで、まあ、生物なんかよりかもっと厳しい法則でできますんでね。 早く生まれる子供、それから正常に突起等化で生まれる子供、少し遅れる子供ってなるのはですね、これは別に仕方がないわけですね。私がいつも時々言うようにですね、人間の背の高さ、まあ、1メートル70センチが男性の平均でしたら、1メートル60センチの人もいるし、1メートル80センチの人もいると。時々には1メートル60を切る人もいるし、1メートル90いくつなんていう背の高い男性もいると。 これはですね、もう仕方がないことであって、こういうことが起こらないためには、ものすごく、まあ、エネルギーというか確率の少なさというか、まあ、そういったものが必要なんで、まあ、あの、それはあまり気にしなくていいんですね。まあ、いずれにしても、戸月10日を中心としてあ、赤ちゃんが生まれますね。ここがまず一つ、いいお子さんを育てるために大切なことなんですが、なぜ人間は妊娠期間が戸月10日なのかと、こういうことなんですね。で、まあ、 一般的に動物が、哺乳動物ですね。哺乳動物はお母さんのお腹の中に胎児がいるわけで。まあ、あの魚類なんていうのは海の中であの受精するとかですね。卵。まあ、こういったものは卵の殻ってのは非常に硬いんですけども、あれなんで硬いかっていうと、お母さんが自分の子供っていうのは自分の遺伝子だけじゃないんで、自分の体じゃないんですよね、あれ。